ユーリプテルスは古生代シルル期に生息したウミサソリの一族。幅広い遊泳客を特徴とし、ウミサソリの中では発見例が最も多く研究が進んでいる著名な族である。十数種が知られ、化石はヨーロッパや北、アメリカから発見される。翼のように広げた後ろ足にちなんで、学名は古代ギリシア語の。 イプシロンウプシロンロウプシロンとパイタウイプシロンロウユーの構成である。ユーリプテルスの覆面構造ユーリプテルスの背面と覆面の復元図中古型の海サソリであり、2 0トル前後の個体は比較的に普遍に見られる。体長の記録は長らく6センチメートルから3 3トルとされて、北が約1 5トルの微節が知られ、元の体長は 半 M を超えるほど大型であったと推測される化石も、後に発見される。他の海サソリと同様、体は大きく前、体と後体の二部に分かれる。全体は台形の背後に覆われ、その背面には三日月型の側眼と小さな中目を、それぞれ一体を持つ。六体の前体付属子の中で、最初の一体であるハサミ角は小さく目立たない。 残り5体は足で、それぞれ多少異なった形態を取り、後方の足ほど多くの施設に分かれる。第1脚は最も貧弱で、第2から3脚は一連の棘を持ち、第4脚は比較的に単純で細長い。学名の由来でもある第5脚は高度に特化した遊泳脚で、すべての付属種の中で最も発達しており、先端の数節が幅広いパドルを構成する。 このように遊泳客に特化した第五脚は、本族をも含んだ海サソリア目の共有派生形質である。あと体の大節は、前端数節で最も幅広く、後半以降では後方に向けて、次第細長くなる。他の海サソリと同様、十三節の中で、最初の一節は、対価的で、背面では十二節の聖火のみが見られる。この後体をさらに前後で中体と、 終わりからだとして区別させる見解もある。他の海サソリと同様、あと対前半の覆面には板状の付属子がある。最初の外反の中央には先端に1体の爪状のトゲを備わった生殖子がある。生殖子のうちタイプ A は2節の長い棒状でトゲは短く、タイプ B は1節で短いもののトゲは細長い。残り5体の外反は他の海サソリと同様に、 ショエラなどの呼吸器を持っていたと考えられるが、それを保存した化石は未だに本属から発見されていない。あと体の最終体節は両公園がやや左右に広げ、終端には棘状の微節が伸びる。性的負担なりで、生殖子は他の海サソリと同様に死ゆによって異なるほか、第二脚も死ゆによって春状の突起があったり欠けたりする。年現在、 疑問視されるユリプタースセファラスピスをも含めて15種が認められる。ありがとうございます。